さあ毎日二時台最初はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒に笑いをお届けしてまいります。あれえすいませんね、だから水曜日だけ原稿が違くてすいません、ね、さあということで本日のゲスト改めまして、南川さんです。よろしくお願いします。南川です。よろしくお願いします。お願いします。松竹芸能ですけどね、はい、松竹芸能です。なんかあれですね、うん、なんすか、漫才協会のやつ出てくれたことありましたよね。出ましたよ、出ました出ました。漫才協会にの、ね、あ、なんか新人大賞みたいな、ね、新人大賞出ました決勝、うん、そうですよね、2回ぐらい2回ぐらい出てますね。2回ぐらい決勝進出してます。そうだ、はい、ね、してます。その時誰が優勝したのか、湘南デストラーで、ああ、え、メープルも出たんじゃない、その時は。2015ですよね。そうだ、湘南デストラーで優勝したね。湘南デストラーで優勝した。すごいね、メープル全然出てないじゃん今。解散しました。解散しましたよ。解散しました。解散しました。解散しちゃったんだ。トップで解散しました。だからあんまり良くない賞レースかもしれないです。すいません、賞レースとしてはね、申し訳ないです。解散してますね。あと、あとリニアかな、ランジャタイと、ランジャタイとうちらと、リニアって、SL、元 SL、元 SL が一回解散してコンビ組んでリニアになったんだよね。そんで確か優勝したような、僕その、その2回だと思います。あ、そうか、はい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 。ピーマンズスタンダードって、めちゃくちゃみんな結構好きでね、面白いみたいになってたけど、うん、そういう、なんか、賞、はい、レース系のやつだとあんまり出てないイメージ。そうですね。やっぱり賞レース勝てないっていう賞レースコンプレックスがむちゃくちゃあって、うん、そのまま終わっちゃったっていうのはありますね。はい、うん、そうです、そうです。漫才コントだとどっちが？漫才の方が多かったですね。漫才だったんだ、はい。漫才の方が多かったです。はい。それで、本当に。子供の頃は、その、どういう子供だったんですか？子供の頃は、もうほんとベタに、やっぱりダウンタウンさん。うん、やっぱ大阪なんで、うん、もう4時ですよ、だ、ハマって、ごっつい感じっていう、ほんとオーソドックスにダウンタウンさんにハマっていって、うん、中学になると、うん、あの、二丁目って言われる、うん、要はその、関西の大阪の千原兄弟さんをやる、そのすんげえベスト10っていう深夜の番組があったんですけど、それにどっぷりハマるっていう。そうなのに、吉本じゃなくて、そうなんですよ。松竹に行ったんだ。はい。はい、軽いかなと思って。いや、それ同じじゃん、今の相方の AP さん。AP さん楽そうだなと。すぐ一番になれる。ライバルがいないからみたいな。まあそういう、もうみんなそんな発想なんですよ。松竹に振るった。全員が里崎智也と同じ発想じゃない。ロッテを選んだ理由。すいません、そうなんです。大体そうなんです、松竹。そのさ、はい、大阪に住んでるわけじゃん。はい、はい。見に行ったりもしたの？ NGK とか、二丁目劇場みたいなとこ。俺、わかんないんだけど、地理館とか。見に行ったことは、正直ないんですよ。うん、なんでないの？いや、もうそれはもうテレビで見れるからです。あ、そっか。はい。テレビで見れるから別に見に行くっていう発想がなくて。生で見ようとは思わなかったんだ。そうです、そうです。生で見ようっていう感覚はなかった。なかったんだ。なかったです、なかったです。僕はね、なかったです。うんうんうん、で、始めるちょっと前とかには、もちろんどっか行きましたよ。いろいろそのベースとか、ベース吉本とか、その上の、うん、もう今あるのかな、あの、そのワッハとか、うん、そういうとこで見に行ってとかはありました。ワッハ髪型。ワッハ髪型。いろいろ見て。はい。ほんで、誰がやっぱり生で見て。面白かったです。え、当時ですか、うん、当時、銀シャリーとか面白かったです。ちょっと待って、銀シャリーやってた、うん、もう、だから本当、ちょっと先輩ぐらいなんですよ。僕、実は。ちょっと、ギリ先輩。もう1年目、2年目の銀シャリーが。そう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 。銀シャリーとかが、うん、あの、本当にアマチュアとか出てたんですよ。だからそういうアマチュアを見るじゃないですか、さっき。その、もちろんプロの人だもん見るけど、うんうん、近い世代を見に行ったんだ。そう、近い世代を見てて、自分はこのライブにエントリーできるかな、みたいな。へぇー。もう銀シャリーとか出てて、かまいたちとか当時の。うんうん、ああ。もう絶対売れるな、みたいな。天竺ネズミとか。うん、わ、みんなめっちゃおもろかったです。で、松竹は？え、松竹ですか？松竹は行ったら、まあ余裕で勝てるなって。ちょっと。はい。だって国を通る。国を通る。いや、師匠方は、まあまあ。赤月てるわ、春を。いやいや。だから、銀シャリとか見に行ってんだから、その世代もいるでしょ、松竹に。すいません。師匠も面白いですよ。もちろん僕も、もちろん僕もその、松竹入って、昼席とか、あの、お手伝いとかするときとか、やっぱ、調味調子さん勉強したりしました。大好き、俺。パピオンズ。パピオンズ。パピオンズ。もう、浅草の匂いするよね。そうです。調味調子さん。めっちゃおもろいです。めっちゃおもろいよね。めっちゃおもろいです。声とかやばいよね。声とか、ほんまに、なんでこのトーンで突っ込むのなんでこのトーンで行くんとか、めっちゃおもろいんですけど、ちょっとね、まあ、パピオンズになっちゃったんで。いや、いいでしょ、別に。コンビ名変えたから、面白くなくなったんで。調味調子使えなくなったんですよ。でも燃えちゃったんですよ。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 めっちゃおもろいです、漫才、マジで。
松竹で一番おもろいと思う。俺は松竹大好きなんだけど、そのやっぱ漫才協会と同じ匂いするから、うん、若手だとあんまいなかったのかな当時。当時そうですね。吉本よりはそれは少ない、ね。少ない。もう全然少ない。やっぱ91、うん、もしくはもう 9.5、0.5 ぐらいの割合なんで、やっぱ大阪で行く。じゃあ大阪でお笑い芸人になろうと思った時に、そういう、まあ、二択で松竹に来る人はいっぱいいるわけですもんね。いっぱいいます、います。で、当時、ちょうど松岡さんが M1 取った時なんですよ。2002年ぐらい。2002年。なので、その時やっぱ多かったです、養成所生が。なるほど。はい、ああ、なるほどね。ちょっとここから来るんじゃないか、みたいな。松竹が。松竹がぐっと来るんじゃないかという、その、それにかけたみたいなところもありました。誰がさらばとかその辺の。さらばは僕の1年とか2年ぐらい後輩ですね。後輩なんです。さらばとかは、はい、同期だと誰なの。同期だとご存知やったら一緒ぐらいは、光ゴケっていう。ああ、だって今落語家になったよね。今落語家、さらばの佐古ってなったんですけど、とか東京だと、芸歴的に一緒なのは多分後ろシティとかですね。ああ、後ろシティね。そう、松竹歴だと僕のが長いですけど、なるほど。芸歴的には後ろシティとかです。はい。まあそのまま松竹に入って、はい、誰にお世話になったとか、誰と一番こう初めは。でももちろんやっぱり松竹でいくとやっぱ一番その風紀長、TKO の木本さんですよね。ああ、やっぱり木本さんはやっぱり、ね、もう今はもう柔らかいですけど、当時はやっぱり怖かったですから。あ、そう、はい、うん、はい、当時は本当にある先輩を空のペットボトルで殴ってる時ありましたね、木本さんが。あれ、木本さんの方は。木本さんが、はい、だから結構両方ですね、ペットボトル。じゃあさっきのボケじゃなかったんだ、あのさんのやつ。ほらね。あれスボトルだった。叩いてないですよ。おいみたいな、コラーみたいな。そうですよ。全然。全然大丈夫でしたか。はい、はい、そういうことですよ。木本さんとかね、木下さんもやっぱり、全盛期じゃないけど、初めすごかったからね。もう俺、高校の時に文化祭に来たんですよ。はい、はい、はい。めっちゃかっこよかったからね。めっちゃかっこよかったです、確かに。ね。はい、当時は。すごかったもんね。はい、そうだからやっぱそのままこう、うわーってなった時に入ったから、やっぱちょっとこう、厳しい時。怖かったというか。一番厳しい。アメザリさんとかね。ああ。厳しい時とかだったね。増田岡田さんは？増岡さんはね、やっぱちょっとね、若手に興味ないんですよ、そんなに。だからあんま絡みがない、なかったです、僕らは。岡田さん、増田さんも。岡田さんなんて絶対若手、後輩興味ないんですよ。絶対。あ、岡田さんも全然興味ないです。岡田さん？岡田さんは全く、ゴルフとか、しか興味ないです。後輩の育成とか全く興味ない。やっぱり自分が好きなことをただやるみたいな。そうです、そうです。そうです、そうです。まあ、増田さんはまた別だと思いますけど。でも、そうか。一番上は良い子さんか。良い子さんです。良い子さん。良い子さん。もうその浜口さんがね、なんかコントサークルやったりとか。ああ、まあまあ、そうですね。あったしね。コントサークルとか、はい。まあまあ、嫌がる若手もいましたけど、まあ、頑張って。嫌がる若手。いや、いないでしょ、よく。みんなでね、楽しく仲良く。みんな楽しくやってるんだからさ。いや、まあ、コントとかはいいんですけど、なんか、ハゲ夢っていうのがバンド組み出したんですよ。バンドを。で、なんかその、ちょっと、いわゆるコピーバンドじゃなくて、なんていうんですか、その、エアバンド。エアバンドみたいなのを組み出して、で、その、他のメンツを、客として、桜みたいな感じで盛り上がってるみたいな、全体的なコントをやり出したんですよ。あれが本当面白さわかんなくて。みんな嫌がってます。斬新な企画じゃん、だって。だって、実際こう、客埋まってるように見えるんですけど、客10人とかなんですよ。ほとんど客芸人なんですよ。ほとんど。わーって盛り上がって、これ一体何やってんねやろって。コントやりたいっす、みたいな。俺たち普通にコントやりたいです。それがコントなんでしょ、だから。そう違うね。そう、斬新なコントやるには、あんまちょっと手に置いてない感じがあって、みんな嫌がってました。あの時ちょっとみんな嫌がってました。みんな嫌がってました。なんかこっちのあの情報と違う。やっぱないよ、だから。イメージと。やっぱり、はい。もうやっぱりこれは本当の情報です。外部には来てないもんね。外部には行ってないです。あんまり浜口さんに気遣って言ってないですけど、やっぱり、明かしていく役割なんだよね。そうだね。生の声はこれです。生の声。本当にあの時嫌でした。あ、ありがとう。知らなかった。知らなかったでしょ。有野さんは全然いいよね。有野さんは本当に偏屈野郎なんで、本当にあんまり好きじゃないです。いや、だって。大丈夫、一応生放送今。運動神経悪い芸人もなんかしれっと抜けたけどさ、あれも多分ちょっと嘘ついてましたよね。めなさいって。そんなことない。続いたのか。いや、まだ知らって確かに。ゲームも、まあまあ上手いだけだしね、ゲーム。ゲーム上手いですから。運動神経も多分そこそこ悪くないと思う。自分嘘ついてると思ってやめたと思います。これは僕の推測ですけど。あ、推測だよね。これは僕の推測です。それはもう、ね、だから一番近くにいたからね。一番近くにいたからですね。あれ、なすなかにしなんか同期になるの？なすなかにしさんは超もう先輩ですね。3、4年ぐらい先輩です、結構。なすなかにしなんかだってみんなから好かれてるし、やっぱりもう漫才も面白いしね、今もまたここに来てね、すごい勢いあるじゃないですか。なすなかさんのこと、正直あんま好きじゃないですね。え、やめてよ、松竹といえばなすなかにしだよ、もう。いや、もうなんか安牌行きすぎてて。なすなかにし。安牌行きすぎてて、なんかちょっと、なんか芸人からはあんまり好かれてないです。
そうなの？でも安永さんってやっぱ梅小橋と結婚してさ、梅小橋結婚して、うん、梅小橋さんと結婚してずっと付き合ってたのを内緒にしてたんですよ、うん、ずっと内緒にしてて、うん、でなんか結婚しましたって言ってて、うん、なんかもうなんかバレてたのに、うん、もうみんな付き合ってるのバレてんのに隠してるのがダサかったの、うん、ダサかったっす。やめなさいって。そう。いいから。松竹。いいから。花さんが全部振ってんの。いやいや、俺全然好きだから。いや、そう。好きな人って言って出した名前がそう書いて、そう傷つけてる。チキチキジョニーなんか俺大好きなんですけど。あ、チキチキジョニーさんもね、年齢詐称してたんでね。え、はい、え、はい、そうです。え、詐称してる、どっち、え、どっちもっす。どっちも、はい、なんかも、なんか本当は、なんか40っていう時やったんですよ。40歳なんやなって思ったんですけど、結果、蓋開けてみたら46ぐらいやったんですよ。6歳のサバ読みはないぜ、みたいな。え、そんな、はい、もう今多分50ぐらいしてる。なんで若いと思われなかったんだろうね。いや、わかんないです。で、もともとあの、師匠、吉本のボタン師匠のお弟子さんやったんですよね。あ、そうなんだ。二人とも。そうですね、吉本のボタン師匠の、はい、ボタン師匠のお弟子さんやって、それの過去を全て抹消して松竹に来たんで、なんか砂の器みたいな話してました。いや、そんなに過去、そんなにややこしい。松本清張の過去を隠してたんです。ミステリーなんだ。ミステリーです。あ、50ってなった時はびっくりしたんで僕。あ、同じ年ぐらいだと思う。いや、そうだね。いや、もう全然上です。あ、そうですか。上です。じゃあもうどっちかっていうと師匠クラスに近いみたいな。そうです。チキチキさんはほとんど蝶美蝶子さんと変わらないですね。ねえ、はい、年齢的に、安田大サーカスさんとかと同じぐらいなんですか？チキチキさん、うん、もちろん松竹的にはチキチキさんの方が下ですけど、うん、年齢的には多分クロちゃんとかよりは全然上やと思いますね、うん、そうなんだ、はい、仲いい人いるの逆に松竹に。松竹ですか、うん、仲いい人は、うん、オジン・オズボーンの篠宮さんぐらいですかね。あとは木本さんももちろん仲いいですよ、うん、相方ってオジン・オズボーンの相方の高松さん、高松さん、うん、高松なんてコンビで仲良くせよ。高松さんはだって好きな人誰もいないんで、あの性格悪いし。え、いや、だってまあだってすごいことじゃん、だって関東出身なのに嘘の大阪弁で漫才ね、やって職務をして、職務をしてね、うん、はい、やることなすこと全部ダサいじゃないですか。高松さんはね、高松さん、離婚もしましたしね。離婚もしましたし。ついでみたいな。離婚もしましたけど、ダメでしょ、それ。あ、そうなんだ。まあ、それ離婚しちゃったんだ。離婚はしちゃった。それはね、そうなんだ。それは本当に結婚式結構盛大にやったんですけど、ちょっと離婚しちゃって。まあ、それは申し訳ないですよね、それは。え、何ですか、木下さん。耳に入ってきたみたいに言うなな。木下さん。指示があったみたいな。木下さんもだって。はい。いや、一周していい、もう一周していい人でしょ。一周して。あの、そうですね。別に悪い人じゃないです。それは、はい。悪い人じゃ、本当に別に極悪人じゃないですよ。うん。ただなんか格好悪かったです。なんか、ずっとね、なんかバンドの人と仲いいとか、うんうん、役者と仲いいみたいなのインスタに上げてて、うん、あの時ほんま、知名度なんか、なんとか僕らから、そう、なんていうの、かっこいいな、木下さんかっこいいなとかなかったです。そうやってる時もね。はい。で、浜辺さんの結婚パーティーとかのお金ちょっととらまかしてんじゃないかっていう疑惑が出たんで、ちょっとパクってんじゃないかっていう疑惑が出て、うん、で、僕はそれ追求して、うん、はい、で、篠宮さんに追求を任したら、うん、篠宮さんがペットボトル投げられた。いや、関わってんじゃん、じゃあ。あの事件関わってんじゃん、関わってたんですよ。僕が、いや、言ったらいいです、あれ言ったらいいですって、篠宮さんに言わせたら、篠宮さんがペットボトル投げられた。消しかけたの。消しかけたんですよ。君だったんだよ。篠宮さんがシステマ してればね。そうですよ。僕がシステマに教えておけばよかったんですよ。全くも若くもなかったんだけど。そうなんですよ。ペットボトルも。被害者ゼロで済んだんですよ。そうなんですよ。申し訳ない。かっこいいじゃん。ブッカだっけ。なんかなんだ、服。でブランドね。うん、かっこいいじゃん。かっこいいと思ったこと一回もないでしょ。かっこいいっすか、あれ。なんかみんなかっこいいやつ。後輩とかに服こう、なんかね、展示会くれとか言うんですよ。展示会来てくださいと。展示会来てくださいって言って、二日目はディレクター木下がいますって LINE 来るんですよ。ディレクターって言って。何ディレクターって言って。何それって。やりますよね。全部花さんなの。俺っすか、全部花さんなのよ。それはなんか推薦。おかしいって、ね、一周回ってとかっていうのもおかしいし。物価がとかっていう。スーパーササダンゴマシンはどうするスーパーササダンゴマシーン。花さん、スーパーササダンゴマシーンはさすがにないです。全部いけるわけじゃないんです。あ、いやいや、スーパーササダンゴマシーンはないです。さすがに。この後も、宮川さんお付き合いいただきます。
さっきはね、ゲストに南川さんをお迎えしてますけども、大丈夫ですか？もう、すんごい数の人たちのなんか悪口言ってましたけど。いやいや、全然悪口というか、その事実しか言ってないし。事実大丈夫、はい。悪口じゃないですよ。ね、悪口じゃないです。結構、この後のダメージも、そのシステムで回避してもちろんです。もちろんです。全く無痛なんで、怒られても、ずっとその時システムやってれば、別に右から左です。無敵だね、その敵です。無敵です。最強だな。はい、ひたすら松竹のネガキャンやってるだけじゃないですか、うん、だけど楽しいのでもっと聞きたいですよ、うん、ありがとうございます。ホエルクジラさんね、よかったです。まだ聞きたい。あとなんかコネちゃん、コネちゃんさんっていう人がね、ふみない TV テレビ、はい、毎週楽しみにしております、はい、今後も配信は続けていく予定ですか？この方をゲストに呼びたいなどありましたら教えていただきたいです。これどんな番組なんですか？ふみない TV っていうのは僕がもともとコロナだった時にヒコロヒーと一緒にもう二度と松竹を辞める人間を出さないでおこう TV ってやってたんですよ。おー、なるほど。松竹からみんな辞めていった時があって。ほんと、さらばね。そう、さらばとか。出てきてる連合とか。そう、で、チョッコリさんとかも辞めた時があって。ほんとに？結構辞めた時があったんで、もうこれ以上辞める人間を出さない。あ、いい。もう辞めようっていうことで、僕とヒコロヒーが、チャンネル立ち上げて、そこで、毎週、その辞めた芸人とか読んで、もう戻ってこいよとか、何が嫌やったんっていうこととか聞く、配信をしてたら、さすがに松竹から呼び出されまして、はい。すごい小部屋に連れて行かれて、やめてくれへんかって言って、会社からちゃんと、そのなんかほんまにネガキャンやってるだけやからやめてくれって言われたんですけど、僕もその時すかさずシステマしましたね。ちょっとわからないですねって言って逃げて帰りました。すごいね、システム。もう痛くも痒くもない。痛くも痒くもないんで、別に。痛くも痒くもないんで、で、まあそのまま、ヒコロヒーが、だんだん仕事増えてきたんで、ヒコロヒーが、もう辞めたいです、つって。人の悪口も嫌です、って。まっとうに売れたいです、つって。順調だからね。言ったんですよ。だから、踏み台にされたんで、踏み台 TV っていう。自分は踏み台されたからなんだ。そういうことなんだ。踏み台にしてじゃないんだ。そう、そうです。だから、踏み台 TV。踏み台 TV 出たら、だいたいみんな、出世していくんですよ。あ、その、すごい。ランジャタイ。引き立つのかね、やっぱり。なんかね、そうなんですよ。南川君が悪すぎるから ね、なんか逆にね。あ、じゃあもうどうぞ皆さんここを踏み台してくださいっていう、そういう配信なんだ。番組なんだね。はい、あ、いいね。そうだよね。それはダメだよ、だって。企画力めちゃくちゃありますもん。ライブとか、ね、あれを見に行きたかったんですけど、一週間断食して、何でしたっけ、あれの前。一週間断食して、ゾーン入った芸人と大喜利強い芸人、どっちがおもろいねんライブですね。もう分かる、何やるか分かる。死ぬかと思いました。やった、やりました。断食側ですね。断食して大喜利したことないでしょ、うん、ない。ゾーン入るかなと思うときは、全然入んないです。ゾーン入った瞬間抜けます。あ、一瞬入るんです。一瞬入ります。一瞬でもボーっとしてます。ペンを持つ手が力が入らないです。全然大喜利というやつがバンバン答えていて、それはずっと。それはそうだよ。それはそうだよ。その90分でした。本当に辛かった。でも、やってみないと分かんないもんね。やってみないと分かんない。もしかしたら、違う一面がね、見えたかもしんない。そう、一瞬ゾーンに入る瞬間もあるんですよ。それを追い求めるんですけども、すぐ過ぎ去っていくんで。死にそうなの。誰も試さないんだけどな。合法だしね。合法ですよ。違法じゃないから、ね。違法じゃないです。ゾーンに入る。ゾーンに入るからね。ぜひやってほしい。ぜひ。すごいね、企画力ね。企画力すごい。よく考えてやる。自分でやってんのも面白いしね。そうそう、自分、自分がやらないと怒られるんで、さすがに。やらせるのはさすがに。そうだよね。はい。じゃあコーナー参りましょうかね。今日のスポットナイツ。はい。これがゲストに今一番聞いてほしい話伺ってるんです。もう最近ハマってることでも何でも構いません。最近そのハマってるっていうことよりも悩み。悩み、ちょっとナイスさんにぜひとも、ナイスさんにも聞いてほしいんですけど、僕、ちょっと嫁がね、妻がいまして、まあ子供いるんですけど、妻がちょっと、痛いんですよ。で、僕が1月とか結構仕事がなくて、あまりにも休みが多くて、今年の1月ですよ。で、妻が、これは良くないと、良くないぞってなって、僕の応援インスタアカウント始めたんですよ。南川を応援していきます。まあまあでも結構芸人な、奥さんやってる人いるよね。奥さんやってる。それでも、その、自己紹介プロフィールのとこに、お仕事以来 DM 待ってますっていう、直営業みたいなやりましたんですよ。だってこれはね、だって。で、怖いなと思ってたんですけど、僕もなんかちょっと面白がってたじゃないですけど、何やってんのもうやめやめやめっていう感じなんですよ。ある日、吉本興業から、松竹に連絡が来て、うちのタレントに、その DM を送って、
ってくる人がいますと。でこれが南川というアカウントなんですけど、これ本人ですかと。ね、で、なんかその文面を見たら、あの、南川はちょっと松竹があまりちょっと何もしてくれないので、あの、ぜひとも、あの、あなたの YouTube に出してくださいって。コラボしてください。コラボしてくださいっていう YouTube を、あの、DM 送ってて、あの、僕の妻の東野さんに DM 送ってたんですよ。超面白いじゃんそれ。うわーってなって、うわーってなって、でもその僕それを初めてそこで知ったんで、うん、おいって連絡して、うん、もうほんまに東野さんに DM 送ったんですよ、うん、送った、いけたみたいな、いけたいけたみたいな、すごいな。なっちゃって、うん、で東野さんがちょっと。珍しくその面白いと思ってくれて、あ、そういうのね、逆に面白いと思って、大嫁やなって、うん、なって、うん、そのコラボいいよってなってくるじゃないですか、うん、でも嫁からしたら、うん、もう仕事取ってきたと、うん、自分のね、もう、うん、素人ながら仕事取ってきたと言って、松、う、竹、んうん、からはもうそのなんていうんですか、うん、もうやめてくれそんなインスタと、うん、そんなかっこ悪いことやめてくれ、うん、こっちはやるわけだからマネージャーがいるんだから、こっちはマネージャーもやめてくれ、うん、でも嫁からは何が悪いねんと、うん、逆切れ体制に入っちゃって、うん、僕今板挟みです。解決してないんだ。解決してないです。これなんか大変。はい、ええー。いや違うじゃん違うじゃん。だからもうその、はい、それはそれで、あとはもう松竹が東野さんと全部コラボしてやりましょうっていう感じになってないんだ。はいはいはい、なってないっていうかそうです。でもあの中身は見てないけど、はい、あの東野さんのやつに南川も出たよね。はいはい、あ、そうです。それはあの別のやつなんです。それは森田からの紹介で出たやつ。また違うんだ。それ違うやつなんですよ。あ、それで撮った仕事じゃないんだ。じゃないんですよ。また別の、その東野さんのチャンネルのやつを普通に勝ち取ってきて、うん、こういう仕事取ってきました、みたいな顔してて、とんでもない嫁なんです。東野さんが、もう良くないというか、そこでなんか、これはちゃんと通してねっていうノリを楽しんじゃってるから、ややこしいのか。はい、それにもう、うん、なんていうんですか、もう、結果出して思ったもんですから、うんうん、あの、ジュニアさんにも送ってて。俺、ちょっと恐ろしいんですよ、本当に。ほんとやめてくれって言って、うん、ジュニアさんから、ジュニアさんから OK でもらったよーとかって言ってて、家帰ったら、うん、どういうことって言って、うん、なら、ジュニアさんに送ってて、うん、でもジュニアさんも、まあ、そういうちょっと、器大きいですから、うん、おいいですよ、みたいな、うん。それでなんか、ほんま、ゲリラみたいな。確かに芸人の奥さんから言われたら、ちょっと、なんか、そう、情が動くよね、本人よりも。それがもう非常に僕はもう今、怖いです。でも、実際ね、仕事その調子で取ってったら、はい、そこめちゃくちゃ、仕事増えるでしょ。だから。だからそれは、うん、そういうのもありなのかなっていうことはやっぱお先輩、ナイツさんにお聞きしたいというか。いや、どうなんですかね。でも結局仕事自体は、ちゃんと事務所を通してやるわけでしょ、あ、その後そうです。もちろんその後そうです。でも、もはい、なんかその、谷間寄せた写真とか送ってんでしょ、いや、送ってないです。あ、そんな送ってないそんな送ってないです。ただ、現場は来たいって言ってます。そうです。ちょっと、はい、ちょっとやごいな。ミーハーじゃん、奥さん。嫁、髪の毛とか青なんで、レディーガガみたいな感じなんで、そうなの、だから、あんまり来てほしくないんですけど、あの、現場にどうしても行きたいっつって、私。え、これは、はい、これも今日いや、これはね、松竹を通しての仕事なんで来てないです。ああ、すごい、ね。今日は来てないです。で、ね、花さんも YouTube やってるから、うん、ね、これ聞いてる奥さんよかったら。はい、そうですね。花さんから行くかもしれないですけど。いやいやいや、もう、ふざけんな、てめえ。いやいや、器ちっちゃいなぁ。素人が勝手に依頼してきたじゃん。二度とかけてくんなって。いや、それは俺ですけど、いや、俺からしたら、そう、ちゃんと叱ってくれる人がいて嬉しいですけど、ちゃんと叱ってくれる大人が。奥さんからしたらさ、そう、東野さんもジュニアさんも OK 決めたのに言って、だから、なるよ、それは。奥さんがマネージャーみたいになってくれたら、うん、全員ウィンウィンになればいいんだよね。まあ、そうね。松竹も、はい、ね、っていうことでね。でね、今んとこ聞いてる限りはウィンウィンだと思うけどね。あってますか。あの子供はさ、はい、なんかよく写真とか出てるじゃん、ブログとか。はい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 、なんか YouTube とか奥さんとか、はい、ファミリーチャンネルみたいにやればいいじゃん。はい、そんなんやってないの。あ、なんかね、そういうのは、うん、なんか嫁は、なんかこだわりがあって、うん、なんかそういうぬるいことしたくないみたいな、なんかよくわかんない。止まり。あの、そういうやってる芸人嫌いやみたいな感じで。でもね、育ってんじゃん、夫婦で。そんな、言ってたけど、いきなり変わる時あるから、うちは兄貴の奥さんだって、絶対初めテレビ出たくないって言ってたの。なるほど。あんなに出てんのに今。今めっちゃ出てるからね。ファミリー YouTuber でなんならもう。やってますもんね。一番出てるから。そうですよね。うん。絶対嫌だって言ってた。何かのきっかけで急に。変わるんですよね。
変わるんだよね。でもそうだね。うん、これも視聴者はだんだん奥さんに興味持ってきて、うん、どんな人だろうってなんか、もしやるんだったら見てみたいってなってくるとね。いや、まあ、喋るとか全然うまくないですけど、当然。うん、そうなんだ。面白そうだけど、ね。どうなん、ダメだよね、それってね。どうなんだろう。どうなんですかね。奥さんとしてはでも仕事が欲しいっていうことですもんね。必死は必死ですよね。必死ですもんね。それ、だから別に。頼もしいというかね。ダメっていうルールは多分業界には。ないと思うんだけど、はい、だから奥さんのふりして自分で送ってるって可能性もある。それはないです。でもね、それ言われるんですよ。奥さんを結局南からやらしてるんでしょって言われるんですよ。でもこれは今回の件に関してはもう違うんですよ、マジで。本当に違うの、ね。本当にそれは違うんです。件に関してはってなんか前あったみたいに言う。いや、なんか結構自作自演もするんで。じゃあやりかねねえんじゃねえ。自殺人だったらやだな。いや、でもそれはこのことに関してはもう断じて違います。断じてない。本当にやめろって言ったんですよ、僕。あ、そうなんです。結構言った、でも聞かない。聞かないです、それは。で、仕事も辞めちゃったんですよ。怖いです。そうなん、働いてたんです、働いてたんですけど。いけると思ったんだ。もうこれ、私これ専念するって辞めたのがもう。怖いですよ、その被害者なんだよ、そのいろんな芸人 DM 送るのに専念する。専念した。仕事しながらできるだろう、そのぐらいだったら。やめるほどじゃねえだろね。やめちゃって怖いっす、俺は。すごい、じゃあもう。なんとかしてください。今みんな。この後いろんな人に来るかもしれないね。そうだね。そうなんですよ。もしかしたらお二人に来るかもしれないので。じゃあみんなちょっと聞いてる人はちょっと気をつけてください。来てほしいもんね。はい、あの認められたってことじゃん。そうだね。そうですね。東野さんとか、はい、ジュニアさんとか。はい。でもあの、嫁が一番好きな芸人はザコシショウさんなんで。ザコシショウさんしか認めてないですよ、めちゃくちゃ尖ってんじゃん。めっちゃ怖いっすね。ザコシショウさんのやつは絶対にもう残してるんですよ、録画して。それを毎回見て腹つかえて笑ってるんで。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。ちょっと楽しみだな、それじゃ。言ってると思うよ、俺からの動きは。言ってると思う。言ってると思う。ちょっともう、尊敬しすぎて、まだ早いって思ってると思う。師匠に会うのはまだ早い。おかしいだろ。ジュニアさんとか、東野さんを経て、ザコシショウに行きたい。師匠に行ってください。まだ早いって。まだ早いです。査定が終わってる。終わっちゃうもんね、したら夢がね。そうです。すごいね。まあちょっと楽しみですけどね。さあ、南川さんからお知らせありますか？僕は今月ですね、3月28日に下北沢のレッグというところでライブがありまして、エンディングで町浦ピンクをふざけさせたいライブっていうのがありまして。これ優勝したじゃん、B1 グランプリで。町浦ピンクってめっちゃネタとか面白いんですよ。面白い、面白い。ネタとか面白いんですけど、独演会とか見られたことないと思うんですけど、めっちゃもう2時間とか圧巻なんですけど、エンディングめちゃ真面目なんですよ。いやいや、別に真面目でいいじゃん、告知して終わりなんだよ。めっちゃおもろい漫談をして、エンディングなんかずっとなんかちょっとしたジョーク言ったりするんですけど、全然しょうもないですよ、エンディングだけ。それをちょっとなんとかふざけさせたいな。このライブの構成はどういうこと？ネタをやるの？ネタはやらないです。とりあえずそのエンディングですみたいなところからずっと町浦ピンクに何か覚醒させるまでやるみたいな。この前の単独ライブとかはエンディングで一回こうエンディングってアンテになって名店になってちょっと薄い BGM 流れてエンディングじゃないですか。その時に町浦ピンク泣いてたんですよ。関係余ってる。くそ。それをやっぱほっとけないの、それを。それほっとけないです、僕は。ほっとけないのね。ここさえもう完璧にしたら、あとは全部完璧や。本当だよね。そうなんだ。うわ、見に来て。このライブ。ちょっとぜひ。いや、お時間でございます。今日のゲスト、南川さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。